さあ、水墨画の楽しいお時間がやってまいりました。皆さん、こんにちは。水墨絵師の松木墨前です。いつも見てくださってありがとうございます。そして、この動画に、たどり着いてくださった初めての皆様も、こんにちは。見てくださってありがとうございます。皆さんにね、少しでも水墨画を楽しんでいただいて、好きになっていただきたいと思いますので、お役に立ちたいと思っておりますので、最後までご覧になってください。今日も皆さんと一緒に新しいお題目に挑戦していきたいと思います。今日はですね、クズを書いていきたいと思います。はい、チャンネル登録がね、まだお済みでない方、ぜひね、チャンネル登録をしていただいて、一緒にクズに挑戦していきましょう。はい、こうやってね、水墨画を、楽しんで、描けて、そして動画配信させていただいていること、皆様がね、見てくださるおかげと感謝しています。励みにもなりますので、ぜひともね、厚かましいお願いではありますが、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では始めていきましょう。紙はですね、麻紙使っていきます。つるつるの面に描いていきましょう。はい、墨はですね、化繊の青墨、墨液タイプを使っていきます。梅皿パレットにすでに入れております。で、このね、墨はそのままボトルを注いだままの原液を使っております。これを濃墨としています。はい、お筆はですね、付け立て筆、削用筆使っていきましょう。私は今日はね、削用筆の小サイズ使いますね。ご参考にしていただけるとありがたいです。この水墨の紙、そして水墨道具一式のね、揃えておきたいアイテムや詳細につきましては、過去にね、いくつか動画上げてる回がありますので、そちらもね、合わせて見ていただけるとより理解が深まると思いますので、ご視聴いただきたいと思います。お筆をですね、よく洗いました。で、毛先にですね、濃い墨ちょっと拭うように取ります。毛先にちょっとつけましたよ。で、パレットでね、ちょっとコロコロしておきましょう。これパレットコロコロ法ね。これね、何やってるのかというと、彫刻をしております。彫刻はね、水墨にとって大切なことなんですけれども、過去動画にね、詳しく上げている回がありますので、お手数ではございますが、遡っていただいて、合わせて見ていただけると理解がより深まると思いますので、ご視聴いただきたいと思います。はい、簡単にね、お話しすると、お筆に含ませた墨の分量や配置によって描ける表現が変わってきます。それをね、整えるのが彫刻になるんですが、今から三墨法を使ってね、クズのね、お花の部分を表現していきたいと思うんです。それをね、三墨法という方法で描いていきたいと思うんですが、パレットにお筆を押し当ててコロコロする。パレットコロコロ法ってね、勝手に私が名付けてるんですが、この方法をすると、その三墨法が簡単に彫刻できるかなと思って、おすすめさせていただいている方法になります。よかったらね、一度試してみてください。まず上向きにこう咲いてる部分があるので、そこをですね、表現していきますね。結構ね、集合していっぱいこうあるって感じかな。
今度は下向きにお花がこうなんかこれでなんかワンセットみたいな感じかな。これを足していきますね。ちょっと黒濃墨でいきます。かな。お筆を洗いました。毛先にねちょっとだけ小泉拭ってまたパレットコロコロしときましょう。で今度はね膨張してほしくないのでお筆の根元の水分取っちゃいます。あの水分取るときは必ず根元から取ってくださいね。水分ってね上から降りてくるので根元を取るといいのと、毛先からなぜ水分取らないかというと、今ちょうどね墨つけて彫刻して今いい塩梅でこうあの広がってくれてるので、そこをね取っちゃうと墨までね取れちゃうので、なので毛先から水分は取らないようにしてくださいね。この続きですね、いきます。ちょっと下向きにまず持っていく感じ。これあのつぼみね、なんかねもう無数にこう出てる感じですね。上にこう上がってくる感じになります。ちょっとこう薄墨で描いていきますね。というのも最後にねちょっと中心にピョンと飛び出てるのがあるので、そこを描きたいので薄墨で皆さん攻めていってください。こんな感じかな。結構分厚く 3D というか感じでこう広がっていく感じかな。はい。でさっき言っていた中心にちょっと黒い線入れたいので毛先に濃い墨つけました。あんまり黒すぎると目立つのでちょっと先とんがらせますね。全部ね中心に線描いちゃってください。感じかな。でこの線描くときは必ずあの半乾きの時にね描いてくださいね。そうするとあの描いた濃い線が自然と滲んでくれるので結構馴染んできますよね。ね、濃い墨を毛先にちょっと拭いましてパレットでなじませときます。水分多いと膨張しちゃうのでこっちもね、
ちょっと水分取りますね。で、ここからつるにくっつく感じにしたいですね。ちょっと上に上がってる感じにします。葉っぱの方のつるも、なんかね、ここと同じ感じのところからこう出る感じかな。くるくるのつるも描いときます。葉っぱはですね、一回お筆で洗います。でね、毛先に墨を拭ってコロコロしておきます。なんか3つに分かれてるんですよね、うん、ちょっとこっち向きの、葉脈を書いていきます。濃い墨をね、毛先に取りました。ここからですね、ちょっとだけツル足しときます。クズの完成です。皆さんよかったら挑戦してみてください。ご参考にしていただけると嬉しいです。はい、では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。気に入っていただけましたらばぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。少しでもですね、皆さんに水墨画を好きになっていただけるようにお役に立っていきたいと思っておりますので、また動画の方を覗いてみてください。では、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。松木墨禅でした。またすぐねー。